それでは、対角化と固有空間の後編。えまず、今回は固有多項式と重複度ということで解説をしていきます。まず、次のような例を見てみましょう。行列 A を三次正方行列でこのような行列としておきます。Large F 下付け x をいつ,もいつものように固有多項式とします。すなわち x、x ける単位行列、対角成分に X で他が0という行列から A を引いたものの行列式ですね。はい でこれはここのようになります。でこれをですね、えー、展開するとこういうふうになるわけですね。はい、これは、まあ、サラスの公式であえて展開しました。サラスの公式というか、まあ、これは行列式の、まあ、要するに展開式ですね。符号をかける各列から1つずつ選ぶ組み合わせ、順列の和ということで6個の和からなるわけですね。でこのうちですね、X の3次式が出てくるのはこの対角成分を全部かけたときだけだ。 といううことはわかります、まあ、そうですそでね、はいえー、もし、えっと、最初のところで x=6 を選ばなかったらあ例えば2を選んだとすると x=6 を選びませんので,、えーまあ、で2を選ぶことによってここは選べませんので,でここの2を選んだことはここ選べませんので結局 x が出てくる項を選んで全部選ぼうと思うとです、ね、この対角成分をかける以外はです、ね、x の3次の項は,は出てこないわけですね。 はい、つまり、X の3次の項次に、まあ、言うと X の2次の項もそうですね1個外すとここをまあ選ぶとここも X, 選ぶ X いく後選べませんからこことこう選べないんでなんぼ頑張ってもこの X31 次式しか出てこない1次式が出てこないですねということなので、えー、X の3次とそれから3より1つ小さい2次の項この2つが出てくるのはもう対角成分をかけたものだけということがわかりますでこれは当然 N 時の場合でも一緒ですよね、はい ということなんで、一般にその行列式の展開式を考えると、FAX というのは、まあ、X の n 乗と n-1 乗が出てくるところは対角成分をかけたこの部分だけであって、あとはすべて n-2 次以下ということがわかります。ということで、X の n 乗で始まるということはまあよくて、しかも X の n-1 乗の係数 A1 というのが、まあ、こういうふうにしてわかるわけですね。 解と係係数の関係ですねここの A11 から ANN つまり対角成分を全て足したものが X の N-1 乗の係数のマ、ま、イ、あ、ナス A1 ということですから A1 はまあトレースというのは対角成分を全部足したものをトレースと書くわけですけどもトレースの A, A トレースってこうですね対角成分の和をトレースーまあ日本語でどうしても訳したかったらあとですけど <laughs> まあドイツ語でスプールなんですかね はい。まあ、トレースと一般に言いますけども、トレース A のマイナスということですね。それから、AN なんですけども、この AN 定数項の部分は当然0を代入してこ全部消えて残ったのは AN ですね。で、一方、こっちの式で0を代入すると、あれ、こっちの式というか、この定義において0を代入すると、マイナス A のディターミナントということですから、ディターミナント A の行列式のマイナス1の N 乗倍ということになります。 それではではすね、続きですけども、A を N 次正方行列、ラムダ A とか M ラムダを以前定義したように、ですね、A の固有値の集合と、各固有値ラムダに対する重複度というふうにしておきます。はい、そうすると、ですね、先ほどのこの固有多項式というのは、まあ、これの解が固有値なわけですから、x- ラムダの M ラムダ上のすべてのラムダ、まあ、ラムダイコールラムダ A と略記しますけども、 ラムダにわたる積と、こういう形で書くことができます。これですね、これの意味はいいですね。あの、番号、なんとかが1から n までとか書いてないですけども、ラムダが、ラムダの入ってる。だから、ラムダが例えば、1、2、3だったとすると、これは x-1 の m1 乗、x-2 の m2 乗とこう、こういうことですね、x-3 の m3 乗と、こういうことですね。これを、まあ、表していると。はい。まあ、番号をつけるの、ちょっとめんどくさいとか、まあ、あのいうときは、こういうふうに書いても構いません。 はい、そうするとですね、まあ、M ラムダの和は当然 N であると。まあ、これ N 次式ですから、この M ラムダ次数を全部足したものがあ N になるというのはまあ以前もやりました。それからですね、A1 はですね、この,の A1 なんですけども、これはまたこれの解と係数の関係で考えると、まあ、当然、固有値の、す、ま、べ、あえっと、ての固有値の和ですね。だから、M ラムダ倍のラムダの和ということになりますね。それをマイナスしたものということになります。 で、an の方は、この定数項ですから、ここ0代入してマイナ、ラムダの m ラムダ乗のマイナス1の n 乗ということになります。ということは、先ほどやったことと比較すると何がいるかというと、a1 はマイナストレースの a でしたから、マイナストレース a。ね、これはマイナス項ですから、トレース a がこれ等しい。要するに、まあ、言葉で言うと、固有値の和。まあ、例えば固有値が1122333やとすると、 1>, 1と1と 2, と2と2と3と3と3と。これをここでは 2×1 と 2×2 と 3×3 と書いてあるんですけども、これがえっと6で9で15ですか。これはあのこういう値がこういうふうになっているやつっていうのは行列式、行列の対角成分の和が15になっていると。こういうことが分かるわけですね。はい。それから行列式の方もですね、行列式の計算が簡単かどうかは分からんけども、ああとりあえず、 行列式のかけたものがですね、ディターミナントになっていると。行列式なって、A の行列式になっていると。あ、ごめんなさい。こういう値を全部かけたものが、A の行列式のと一致するということですね。ということで、A が、まあ、例えばこういう例のときで考えると、これあの展開するとこういうふうになるんですけども、x30-8、x0-21、x18 と。で、これマイナス8っていうのは、この6と5と十一、マイナス3足すと8ですねで。マイナス8ということなんですけども、これはこういう位置、因数分解するとこういうふうになっているんですね。 で、小いう値が2と33で233でこれ全部足したものは当然これ8と。で、これ、小い足したものがこの対角成分の和と等しくて、で、まあ行列式はその、まあ簡単に計算できるかどうかわかりません。一応計算すると18になることはわかってで、これはあの、2と3と3とかけたもの、2る 2, 2の1乗かける3の2乗かけたものというふうに一致するわけですね。 でまあ、特にトレース性は簡単に計算できるんで、高有値計算の検座、まあ、に使える、あるいは何,か何らかの事情で、まあ、何か固有値は必ずこういうことを持つ現象を表す行列やからというので、逆に固有値の情報だけ分かっているときに重複度だけを、まあ、求めるとかね、そういうときにも使えますよね。はい、ということで、こ,のまあ、こういう多項式と重複度ということで、そ固有値の重複度とか、 それから、あの、小ヨタ公式の係数とかの関係ですね。が、こういうふうにして分かりますということです。それでは例題をやっていきましょう。えっと、A という行列をこういうふうにしておきます。で、これの小いうちが、まあ、たまたま2と3の2つだけであると。他に小いうちはもうないということが分かっていしましょう。そうすると、まあ、当然、あの、これ三次行列ですから、あの、重複度どっちか、M2 か M3 かどっちかはあの2になるわけですね。 はいまあ、あのどっちかが2になる以外に、まあ、そう選択肢はない M2 が2で M3 が1か M2 が1で M3 が2しかないですよね、はい、ということなんで、えー、こ,のこれを求めてくださいとこういう問題ですね、はい、それではちょっとやってみてくださいはいそれではやっていきましょう、えー、っとまずですね M2 と M3 を足したものは3であると当然ですね、えー、行列のサイズ3であるとでから えっと、対角政府の和が2倍の M2 たす3、2倍の M というか M2 倍の2と M3 倍の3なんですけども、まあ 2M2 たす 3M3 ですね。これを足したものが、えー、トレースと等しいということで8と等しいと。だこの2つを満たす M2、M3 ですから、まあこれ解けるわけですね。で、解くとですね、ちゃんと整数になって M3 が2で M2 が1ですから、これはあの、重複度が M3 が2で M2 が1ということがもう容易にわかると。 で、実際、まあ、あの、やってみたらいいわけですけども、まあ、一応ディタミナントで検算してみるとですね、ディタミナントが行列式が、えっと、18になることがわかりますと。ところで、実際、えっと、M2 たす M3 イコール3、2の M2 乗と3の M30 イコール18ですから、これを満たしていますよね。はい。まあ、もちろんこれから逆に解くこともできるわけですけども、まあ、あの、これからも解くこともできるし、まあ、計算にもなると。いうことで、まあ、あの、これで一応行列、こういうちこういたこしがわかると。 1> あごめんなさい小1と小1の重複度が測るということですね、はいまあ。もちろん直接やってもいいんですけどもあの、まあ、こうやって、えーまあ、情報が分かっている時は、えー、この性質を使って求めることができると、はい。それでは次の例題いってみましょう。えー、A を整数としてですね、えー、この A というこの四次の正方行列が小1一と2のみを持つことが分かっている時 A の値と小1の重複度を求めようとこういうも題ですね。 はい、それではいはそれで解説していきましょうはい、まずトレース A ですねトレース A は 5+A ということで小いの12の重複度を M1M2 とするとですね M1+M2 が4で M1+2M2 が 5+A ということになりますね で一方、A の行列式を、まあ、計算しないと,ちょっとどうしようもないので計算すると、まあ、あの A のところ A のある行か列を使わずにできるだけうまいことをこう、まあ、1列目の4因子展開ですねあの上手に計算すると、まあ、3A プラス2ということがまあ割と簡単に分かりますので、まあ、ちょっとこれは使いましょう。で、小1の積と行列式が等しいので2の M2 乗が 3A プラス2ということになりますね。 はい。ということで、えっと、わからない数が M1 と M2 と A の3つなんですけれども、一応これで3つの立式ができましたので、まあ、一応原理的にはできそうなんですけれども、はい。まあ、整数という条件も使って場合分けしていくと、まあ、例えば、一応 M1 はですね、これは1以上あるんですね。えっと、M1 が1以上なので、M2 は、まあ、3か2か1ということになりますね。まあ、M2 ももちろん1以上なんで、1、3、2、2、3、1のどれかなんですよね。 はい。ということでえ、そのうちですね、この,の5たす A、え、こっちだこっちかな。えっと、これか。これですね、この2の M2 乗イコール 3A たす2。これがあの正、あの、ちゃんと成り立つっていうのがですね、こ,こっちの2の M2 乗っていうのを考えるとですね、これはあの2か4か8なわけですけども、これが 3A たす2、まあ、これから2引いて3で割れたらいいんですけども、これ0、2、6で、これ赤のですね。これとこれだけ残りますと。つまり M2 が1と3の場合だけ残りますと。 ということで、ということで、まあ、あの、可能性としては、A が0で M1 が3で M2 が1か、A が2で M1 が1で M2 が3のいずれかになります。ということですね。で、これは、あの、実は、まあ、必要条件しかまだやってないんで、これ、十分条件を確かめる必要がありますので、ここでですね、A が0のとき、実際にこのこういった公式を計算してみます。そうすると、X-1 の30、X-2 になることが、まあ、これ、すぐにわかるので、はい。ということで、これは、あの、うまいこと言ってると。 十分条件を満たしていると。確かにその通りだと。で、A が2の時はですね、この FAX がですね、あの、X の4乗引く 7X3 乗足す 19X10 引 21X たす8ですね。えっと、こことこは多分違うかな。これ、これ展開すると、これ、ちょっと,ょっと一部違うんですね。ということで、この展開式にならないですね。ということなんで、十分条件を満たすのは、この A イコール0の場合だけだけどということがわかるので、A イコール0、M1 イコール3、M2 イコール1と。 いうこの場合がせあの、まあ、一応唯一の解ということになります。はい、えっと、それではこういうたこしくと重複度の例題3ですね、次はね。ディメンジョンの V ラムダ、V ラムダの次元ですね、ラムダはまあういの場合だけ考えていますけれどもこうう v、こういう空間 V ラムダの次元っていうのは、実は重複度以下であることが知られているんですね。はいでえっと、これを用いてですね、この A イコールこれこれ。 これ、まあ、注目してほしいんですけども、あのまあ、よく見るとです,すぐ分かるんですけれども、これ実はランク1なんですね。ランク1です。はい。これランク1ということはどういうことを意味するかというのをちょっと考えてください。つまり、固有値、ラムダとして何が取れますか。まあ、これ、ヒントなんですけれども、まあ、それも含めてですね、この事実と、こ,のランこいつがランク1であると、この3次正方行列 A がこれランク1であるという事実と、この2つを組み合わせるとですね、 まあなんとこういう多項式を計算せずにですね、こういう位置、こういう、こういう位置が全て分かってしまうという、まあ、あの、これまでにやった、こういう多項式の性質、トレースとか、こういう位置の和と関係とかですね、そういうことを使って全部分かりますということなんですね。はい。では、それではちょっとこのこういう位置を全て求めるという問題をやってください。はい。ここに書いてあるランク平を求めて、それが何を意味するか考えなさいと。それからですね、のこの今のこの知られているという、 えー、v ラムの次元が m ラムダー重複度以下であるということは次項、まあ、で三角化可能定理、えー、っと13項ですね、えー、を使って示しますので、えー、とりあえずこれは今はこれはあの知られているということでこれを使ってちょっと考えてみてください,、はい。それではちょっとやってみてください。はいそれでは解説していきましょう。 まず、先ほど言いましたように、ランク A イコール1はすぐに分かるわけですね。はい。ランク A が1ということは、つまり0がこういう値であるということを言っているわけですね。つまり、A、A-LambdaE の Lambda が0の時のランクが3より小さいわけですから、0がこういう値だということを言っているのに、他ならないわけですね。で、このきですね、えっと こういう空間 V0 の次元はですね 3- ランク A で2ですからこれは重複度 M0 がですね2以上だということを逆に言っているわけですね。こういう空間の次元が2ですから重複度が M0、ロの重複度は2以上だということですね。でもちろん3以下ですから M0 は2か3のどっちかになるわけです。でところが対角線、えー、M0 は2か3どっちかになるわけですけれども対角成分の和は,は6ですから 3ってことはないんですね。あの、M、0の重複度が3っていうことは、えー、0, 0, 0、0、0、小位置、0だけっていうことになるわけですけども、それだとすると0、0足す0足す0は0ですから、これ6にはならないので、結局、小位置は、M0 は3はあり得ないということで、えー、M0 は2で、もう一つの小位置は6と、で、M6 はもちろん1ということがこれでわかるわけですね。はい。 ということで、ランクが0のときはですね、結構簡単に、まあ、今の場合はまあかなりあ、ランクが0のランクが1のときですね、行列 A が3次正方行列のランクが1のときは、かなり特殊な場合ですけども、まあ、それで分かるということで、はいでまあ、一応実際 V6 って、六はあのこういう位置でこういう空間、ちゃんとこう,こういうベクトルが取れるということが分かりますと,ということで、こういった公式を計算しなくても、まあ、一応分かるケースっていうのがこう、まあ、この事実を使えばあるということでした。 はい。それでは、こういう多項式と重複度の例題を読んで、こういう多項式と相似についての問題ですね。どういうことかというと、A と B を NG 正方行列とすると。で以下を示せということで、ある P 正則行列があって、B を P インバース AP、AB を増す AB はまあこれ相似というわけですけれども、まあ、これ要するに A の表す正方行列、の A の表す一時変換が、 のある規定 P に関する表現行列が B になるという、そういうお互いにはそういう関係にあるわけですね。まあ、それはあの B の定める一時変換があるまあ P インバースを規定行列とする規定に関する表現行列 A になると言っても同じことになるわけですけれども、まあ、そういうまあ総合にこう移り合う関係にあるわけですね。でこういうのをまあ一応相似というわけですけれども、まあ、相似であればこの固有多公式は一致するということですね。 ただし掃除、えっと、であればこういった公式が一致するんですがあのこういった公式が一致するからといって掃除とは限らないということがあの言えるんですね。ということで、えー、これをですね、まあ、この例を使って説明しなさいとこういう問題ですね。はいそれではちょっと考えてみてください。はいそれではやっていきましょう。 えっとまずですね、fbx というのは何かというと、xen-b なんですけれども、この b のところを p インバース ap に置き換えます。でですね、ここでまあ、あのこうですね、xen っていうのは、まあ要するにスカラ行列、単位行列のスカラ倍ですので、p インバース p で挟んでも同じなんですね、これね。はい なので、こう全体として、えー、要するに P インバースなんちゃら P 引く P インバースなんちゃら P という格好をしていますので、これは当然 P インバースのなんちゃら引く四角の P と、こういう形にできますよね。はい。ということで、まあ、こう、こういう風になるわけです。はい。ということで、これはですね、行列式の性質から、情報性からですね、こういう風になって、P の行列式のインバースと P の行列式は消え、ここでキャンセルして消えますから、これが残って Fx と等しいと。 まあこういうことで、コ、えー、っタ公式は等しいということがわ、ね、かるわけです。で、この逆が成り立たないことを、この例を使って示せというんですけれども、コっタ公式はこれ、両方とも x-2 の2乗なんですね。なのに、この a と b が相似でないということを、まあ、言えれば、まあ、この説明になるわけですね。はい。で、実際にこの a っていうのは、これ2倍の e2 ですよね。これ、スカラー行列ですね。でもし仮に p インバース ap が b だとするとですね、p インバース ap っていうのは、p がまあ何であってもですね、これですから、 あの、要するに、元に戻ってくるんですね。p インバース AP は全部 A になっちゃうんですね。どんな P を取ってきて、どんな生則行列 P を取ってきても、p インバース AP は A なんですね。でも、A と P は違いますよね。これ、違いますよね。だ絶対にこれが B になることはないんですよね。はい。ということで、A と P は絶対相似にはならんということなんで、これは、あの、逆は成り立ただんということが、ここでわかるわけですね。ということで、p インバース AP はどんな P に対しても B にならない。 で、こういう多公式は、まあ、掃除で不変な量というふうに言いますけども、まあ、掃除っていうのは、ある種、その正方行列をですね、あの、まあ、グループ分けするのに使われる概念ですね。はい。まあ、いろんな規定をとって、うまいこと、いい性質を持った行列を探しましょう。それが、まあ、対角行列なんで、対角行列を代表選びましょうっていうのが、まあ、この掃除の概念なんですけども、この掃除で得られる中で一番いいやつを探そうっていうので、その、 この人たちのグループでは同じ値をこう Fx がこう取るわけなんですね。だから相似で不変な量というかではそういう意味なんですけども。せえけども、えっとこの、このグループとかお互い相似でない2つのグループがあっても同じ多項式、同じこういう多項式になる場合は一応あるけども、まあ相似ならば一緒だと。こう,こういうことですね。はい。ということで、この上の例 B、これですね。これはあの実は対角化不可能な例ですね。対角化って何でもかんでも実はできるわけじゃなくて、 まあ確率的に言うと、まあ、ほとんどの,あの対角ができるんですけども、対角ができない例もちゃんとあると。で対角が可能かどうかは、実はだからこれ、何言ってるかというと、こういう多項式では判別不可だと、判別できないよと。こういう多項式計算して、重複度が例えばあるからとか、なんかそんなことでは対角化ができるかどうかという判定はできませんよと。これ、非常に重要なことなんですけども、対角ができるかどうかという判定はできませんと。ね、こういう多項式では。 体格ができるやつもできないやつも同じ声多項式になることがあるわけですから声多項式見てわかるわけがないわけですね。ということなんですね。はい、それでは次に体格化可能性についてこれからやっていきましょう。まあ、先ほどの例題ですね、まあ、以前例題でやったところで、えー、まあこうう体格化できる場合、できない場合というのはあるということがだんだん分かってきましたけれども、はいまあ、体格化可能ということの定義はまあ簡単で、要するにまあとにかく複素数の範囲まで広げてもいいから。 あ,のある規定行列、生息行列 P があって、ですね P インバス AP が対角行列になるような、そういうふうなものが存在すれば、A は対角化可能であると、こういうふうに言うわけです。でこれは言葉で言うと、表現行列が対角行列となる CN、複素 N 次元数ベクトルの規定,が規定が存在するということですね。で対角化可能でないイコール対角化不可能というわけですけれども、まあ、RN では対角化できないが、CN では対角化できる行列というのもあります。 でこれはあのーまあ、線形代数的にはですねあの、対角化不可能とは言いません。はい、言いません。はい。まあ、ここでは対角化不可能とは言いません。ということですね。えー、先ほど、えー、以前の例で出てきました A イコール2102っていうのは、これは対角が不可能な例なんですね。はい。まあ、あの、対角が、これ、固いうが2しかないですよね。あのーまあ、すぐ分かる三角行列ですかね。それからもし対角ができるとすると2002と、こう、相似になるはずだなんですけども、 これあの、ならないんですよね。掃除にならないこ。こいつと掃除なものはこれ自身しかないので、絶対これにならない。ということで、これは対角化できては困るわけですね。はい。まあ実際できないわけなんですけども。はい。で、それからこれはまあ、ほぼほぼ回転行列ですね。回転プラスルート2倍っていうのを、まあ45度回転とルート2倍を合成した変換を表す行列ですけども、これはまあ対角化可能なんですね。ただし、実対角化は不可能というふうに言います。 はい、それではですね、対角化可能性の十分条件をちょっと考えてみたいと思います。まあ、A が N 個の異なる固有値を持つときは、これは対角化実はできるんですね。これは必ずできますということなんですね。はいえっと、つまり、これは N 個の異なる固有値を持つと、それぞれの固有空間は固有ベクトルを 1, 個1本ずつ、まあ、少なくとも持ってるわけですね。でそれが N 個あって、ですねそれはあの異なる固有値に対する固有ベクトルは一時独立ということをやりましたから、 これは要するに一時独立な固有ベクトル N 個あるので、その固有ベクトルを使うと規定ができるわけですね。ということで A は対角化可能と。これは分かるわです。これは簡単に分かってしまうんですね。つまり、三次正方行列がもし3個の異なる0、1、2とかマイナス1、2、3とかですね、まあ、異なる3つの固有値を持っていれば、これは対角化は絶対できますと。で、対合を取ると対角が不可能になるのは異なる固有値の個数は N 個未満になると。つまり重複度が1より大きい固有値を1つ以上持っていると。 いうことにな,るなりますでただし、これが、あの、十分条件ではないということは、まあ、散々、先ほどの、2102にしてもそうですね。えー、っと、ごめんなさい。と、0の場合ですね。<laughs> これ、この場合は、あの、重複度2の小値に1個持ちますけども、異なる小値は1個だけにしかないですけども、これ、当然、対角ができるわけですね。対角ができますということにな,な,なるので、はい。あくまでこ、矢印はこっちだけ。こっち向きはあかんと。こういうことですね。 例えばこの A イコールこういう三角行列ですね三角行列は対角成分がこういう値であるということは一瞬で分かるという話を前にやりましたけどもそうするとこれは対角化可能ということは分かるんですね、はい、で一方これですねこういう値は2と3の2つだけだけでも対角化可能ということですねで、えっとまあ、まとめると小1値の数が N より小さいというのは対角が不可能の必要条件であって十分条件ではないということを、まあ、しっかりと理解しておいてくださいということです はい、それでは対角化可能性の同値条件をちょっと考えてみましょう。以下、固有空間の和空間は直和であるということですね。これ、先ほど一時独立性のところでやりあの述べましたけれども、異なる固有値に対する固有ベクトルは一時独立であるということは、異なる固有値に対する固有空間の和は直和であるということと同値ですから、それを用いてですね考えて、それをまあまあ使っていきますとで。A が対角化可能ということは、固有ベクトルからなる CN の規定が存在するということですね。 なので、えっと、Cn が要するにこの Vλ の全部の和空間でかけてなあかんわけです。こういうベクトルからなる規定が存在するということは、こういうベクトルで規定が構成できるわけですから、それぞれ、まあ、例えばこういう位置1のこういう空間、こういうベクトルたちを集めると、それはあのちょうどこういう値1のこういう空間の,をの規定になっているわけですよね。はい、ということなので、要するべてのこういう値に対するこういう空間を合わせたものがで Cn が作れるということは、こういう式で書く,書くことができます。 でこれは直和でしたね、これこれ直和ですので、こういうふうになりますと、はい。ということで、この固有空間の次元の和がちょうどこの和空間の次元になりますから、要するに固有うう空間の次元の和が n と等しいということが対角化可能であるための必要十分条件というふうに言い換えることができます。固有うう空間はもちろんこういう,う a-lambda-en というのを係数行列とする、まあ、あの、解空間ですから、これは、あの、 ディメンジョンの V ラムダは N- ランクの A- ラムダ EN とちょっと見づらいですね。ということなんで,こうこうです、ね、こういうふうになってますので、はい、ということで、これのこいつの和が N と等しいということが必要十分条件ということになりますと。はい、ということで、この A イコール2102という対角化できないやつなんですけども、これはラムダは小一の集合は21個だけで M2 は2ですということですね。でこう V2 の次元は何か言ったら2ランクの a く2ですけど a く2というのは0100でこれはランク1ですから要するに1次元ですということでえこれ1次元しかないのでまあこれはまあこう和を取るといてもこれ1個だけですけどもえ2と等しくないのでこれはダメだとまあこういうふうになるわけですね。いということで対角が不可能ということはここで分かるとこういうことですね。 それでは対角可能性の例題1をやってみましょうまず問題ですけども A= イコールこれこれの対角可能性を判定せよということで、はい、これを先ほどの同値条件とか十分条件とかを使って考えてみてください。はいそれではやっていきましょう。 まず、こういう多項式なんですけども、こういうふうになりますので、これいいですね、三角行列ですからね、こういう値は2と3で,で、2の重複度は2え3の重複度1ですね、ランクの A-2E なんですけども、これはあのランクが2になるということはすぐ分かりますということなんで,で、ランクの a 3はもちろんこれは2ですね、ですから、こういう空間 V2、V3 ともに1次元ということになって、それの、えっ、ー 和空間の次元ですね。次元の和はですね、まあ二次元ということになります。で、これは三次元に似たないのでダメだということが分かります。ということで A は対角化不可能であるというふうに言うことができます。はい、それではもう一つ対角化可能性例題2ですね、えー、問題はこれこれの対角化可能性を判定せよということですね。はい、これはまあ見たらすぐにあの、えー、小一はわかるというわけじゃないですけども、まあ、そんな難しくないので、えー、ちょっと考えてみてください。 はいえ、それではやっていきましょう。まず FAX はあ、これはまた同じ実は同じになって、ラムダ2と3ということになります。で A-3E の方はですね、ランクが2で、A-2、だから V3 の次元は1ですね。で A-2E の方はですね、ランクがこれ1になるんですね。ということで、V2 の次元は実は2次元ということになります。ということなんで、固有うう空間の次元の和がですね、ちょうど3になりますので、これは対角化可能ということがわかります。はい。 まあですから、あとこういう空間の規定さえ取れば、対角化はまあ一応できるはずですね。ちゃんと P が取れるということですね。はいまあ、今回はまた判定するだけですから、これで OK ですね。はい。それで今度は重複度と対角化可能性ということで、重複度,と重複度についてちょっと注目しながら、もう少し対角化可能性について考えていきましょう。まあ、A は N 次正方行列として、A の括弧1ラムダの重複度を M ラムダとすると、まあ 先ほども、以前も出てきましたように、V ラムダの、こういう空間 V ラムダの次元っていうのは、まあ、これ当然1次元以上なわけですね。ゼロ空間じゃないのでね。で、それがあの重複度以下であるということは分かっているわけですね。で、えっと、この、これまた同じく書いてありますけども、で、ラムダについて和を取るとですね、こういうふうになりますね。つまり、ディメンジョン V ラムダの和は、当然重複度の和以下であるということになるわけですけども、この重複度の和っていうのは、 当然 N なんですよね、これはこういう多項式の性質のところでやりました。はい、ということなんで、はい、判定方法1、この B において統合が成立すると、つまりこのこういう空間の次元の和が N と一致するということは、ここで統合が成立するということなんですけれども、 ここにこに1個ずつ全部、一つ一つこう V ラムダ1小なり M ラムダ1とかですね、こういう風になっているわけですから、全部足したものはと当然不統合成り立つわけですけれども、これが統合成り立つということは、ここが統合成り立つということは、すべてが統合でないといけないということですね。はい。で、つまり A が対角が可能であるためには、すべての高1ラムダについて、V ラムダの次元が重複度以下なんじゃなくて、一致すると、一致すると。これがまあ必要十分条件ということになります。 とこれですね、実はこの条件なんですけども、よく考えるとですね、V ラムダの次元は必ず1以上 M ラムダ以下なので、もしも M ラムダが1ならば、この等式は常に成り立っているわけですね。だから全てのラムダについて M ラムダが1だったら、これは結局、あの異なる個位値を全部持っている場合で、最初にやった十分条件となりますから、もちろん言えるわけ、あの対角ができると言えるわけですね。で、えっと、 まあ、いずれにしろ、M ラムダが 1, 1の場合は、これ、全部この等式に成り立っているので、要するに、これが全てのラムダについて成り立つんだけということは、必要十分条件なんだけども、高位置があの全ての異なる M ラムダイコール1のときは、対角化可能あ、ごめんなさい、これは先ほど今言,って今言ったことですね。はい。なんだけども、要するに、M ラムダが1なら A の等が成立って確認の必要がないので、対角が可能であるということは必要十分条件としては、この重複度が1より大きいようなラムダのとこだけ、 だからそういうラムダがなければもう終わりです。対角ができますと。で、そういうラムダが存在する場合は、その各ラムダ、M ラムダ1より大きいえようなあラムダについてだけ、この対角、うい空間の次元が超複度と等しいということをですね、まあ、確かめればいいと。まあ、こういうことになるんですね。だから例えば、えっと、こういう値が1と2と3の3つで、えー、M1 が例えば4で、M2 が3で、M3 が1だったとしましょう。 ということは、1の重複度は4で、2の重複度は3ですけども、3の重複度は1ですから、3のところについてこれを確かめる必要はないわけですね。ないわけです。1のところで、えっと、これ全部で何次元ですか ?4 たす3たす1で、8次元、8次の行列なんですけども、ランクの A-E ですね、があ要するに4であるということと、ランクの A-E が、えっと、5であるということですね。この2つを確かめれば、これ言えますということになるわけですね。 ということで、よろしいでしょうか。ランクで言い換えるとすると、m ラムダが1と大きくな、重複度が1より大きいような高1ラムダについてだけ、とりあえず、すべてのラムダについて、このランクの a ラムダ e n が n m ラ m ダと等しいということですね。これはあの、n から引いたものが m ラムダということですから、まあ、え普通はですね、まあ、こういう空間の次元と足したら n になりますから、こういう空間の次元は m ラムダ以下。 えー、ということからですねこいつは普通は n ラ m ダ以上なんですね。ランクは n ラ m ダ以上なんですね。だけどもこれがここの以上っていうのはちょっと統合が成り立っているということが全ての m ダが1より大きい小位置、重複度が1より大きい小位置について成り立つということが言えればよろしいということになります。<music> はい、それではちょっと重複度とこの対角化可能性について、レーダーをやってみましょう。 はい、A=210 にしつこくしつこいですねえっとこれの対角化可能性を重複度に注目して判定せようということですねはいそれでちょっとあの先ほどの説明に基づいてちょっと説明をかあの変えて考えてやってみてくださいはいそれではやっていきましょうえっと Fx は x2 で2の2乗で小1ラムダイコール2と m2 が2ということですから小1が1より大きい小1はラムダイコール2でそれのランクは1なので、はい、ディベンジョン v2 が2-1以降ノット m2 なので対角化可能ではない対角化不可能であるということですね。 でまあ、今の場合、高一位置が2だけなので、もし対角ができるとすると、この説明は以前もやりましたので、ここはちょっと省略しますけれども、で特に高一位置が1つだけのとき、よく考えるとですねこう、こうやって何回もやってると分かりますように、高一位置が1つだけのときはです、ね、A が対角化可能ということは結局ですね、高一一位置1個だけですから、もし対角化可能とすると、A がスカラ行列ですね。もともと対角行列であるというものしかないわけですね。だから、もしもあの3時とか4時とかで高一位置が1しかない、3しかない、まあ、1個しかない。 いう場合にはですね、まあ、それがスカラー行列でなければ、もう絶対対角ができないということは、もうすぐ分かるんですね。その時点でできないと分かるわけです。これは,まあこれはまあ特別なケースですから、別にあの特に覚えるとかいう話じゃなくてですね、えー、こういう自然な結論として言えるわけですね。はい、それでは重複度対角が可能性の例題2ですね。はい、問題は A、A イコールこれこれの対角が可能性を重複度に注目してえ判定せよということで。 先ほどと同じように重複度に注目してやってみてください。はい、それではやっていきましょう。こ、は、ういった公式はこのように、2と、こういうこれ2と3だけですね。で、重複度は M2 が2で、M3 が1ということになりますね。で、ディメンジョンの V2 は M2 であるということがまあ大事なわけですね。今の場合、が 重複の M2 が1より大きい場合ですから、このこういう空間の次元ですね、これが M2 と一致するということなんですけども、これはつまり 3- ランクの A-2E3 ですね、これが2と一致するということと一致あの同時であると。で、つまりランクの A-2E が、まあ、要するに 3-M2 で1ですね。はい。ということで、えっと、これを確かめればいいんですけれども、A-2E はランク2なので、はい、対角ができないということですね。まあ、あの和空間を考える場合と、それほど 差はないんですけれども、まあ、一応省、まあ、省力化にははなってていいいるるの、ね、のとととこころのチェックは省いているというでですねですねから、まあ、対角化可能性を判定したければとりあえず長項度が2のところだけに、まあ、あの1より大きいところだけとにかく注目してでそこであの、ね、ランクの条件あるいは固有空間次元の条件がちゃんと満たされているかどうかを確かめればよろしいということですね。はい、一応あのこれランクで置き換えてますけども固有空間の,あの次元で考えてもらっていいわけですよね。 はい。それではもう一つ重複度と対角が可能性の例題3ですね、えー。問題はこのような行列になっていますけども、これも同じようにして重複度に注目して判定してみてください。はい。それではちょっとやってみてください。はい。それでやっていきましょう。これもあの以前出てきたやつなんですぐ、一応小1が2と3で、重複度 M2 が2で M3 が1ということは一緒ですね。はい。で、 こういう空間の次元についてこれを確かめましょうということで、A、a-2e のランクを調べると1ですと。ということで、えー、ここの条件ですね。えー、これはまあ要するにこれと一緒なわけですけども、はい、対角が可能であるということですね。で、一応まあ、まあ、こんだけ判定やったので、できる場合はちょっと1やっとこうかということで、やっとくとですね、まあ、こういう12のこういう空間の規定としてはこれが取れますと。要するにですね、これですから、010000 10 1っていうやつですね。ですから、 えー、y イコールゼロであればといいので、x と z 1と z これですね。これがまあ規定と。で、こう三の方は、あの、えっと、ま、あ引くとすぐわかるんですけど、えっと、マイナス一二ゼロとゼゼロロゼロとゼロ一マイナス一か。ということで、えっと、なんですかね。ゼロ二ですから、二ゼロ二ゼロ一あ、二一一か。とそうですかね。はい。ということになって、えー、これで、まあ、あ p をこういうふうに置けば p インバース AP はこうなりますと。p インバースの計算はする必要はありませんというやつですね。ということで、超駆動と対角化可能性についてでした。以上で、この第12項は終了です。